私どもが貸し切りだなんて、そんな。いやいや、お三人とも美しくなられて、これはコンテストが始まらんうちからクイーン争いの主役の顔ぶれが決まったようだ。まあ、主催者がなんてことを。市長様もこんなに美しい娘さんがいらしたなんて、よく今まで内緒になさってたものですわ。いやいや、このコンテストのために呼び寄せたってわけでもないんだ。美穂、届け物はもう済んだの？はい、おばさま。じゃあ帰ったら早速お嬢様に合うドレスを選んで差し上げるんですよ。はい、おばさま。大丈夫だ。ありがとう。風船を欲しがる年でもねえだろ。まあ、あの風船は私のじゃないわ。話してよ。もちろんだ。抱いてって言われてもお断りだ。まあ、そんな。気をつけるんだな、車と、それから男には。何よ、あの人。パパ？パパはいつ帰ってこられるのかしら。私はとっても元気。おばさんたちとも。美穂、ただ仕上がりを届けるのに何時間かかってるの？またどっかで遊んできたのね。そうよ、おかげで午後のレッスン遅刻じゃない。まったくグズなんだから。でもあちらで少し待たされて。言い訳はおよしなさい、言い訳は。あ、お母様、あれ見て見て。もう美穂、何してるの。お店に犬を入れちゃダメってあれほど言ったのがわからないの。しミック、ダメじゃないの。ダメよ。
お姉さんたらそんな大声出さなくても。おばさまたちとも仲良くやってます。心配ないわ、パパ。コンテスト、きっと素敵だろうな。あ、せめて私のデザインした服がコンテストに出られるといいんだけどね。布地は余り物がたくさんあるからお好み次第。ちょっとシックに女王様気分、それともググッとセクシーに挑発ポーズ。はっきりしとこうぜ、親父。あんたはこの俺に帰ってきてほしくなかった。え、そうだろう。じゃ、この部屋で待っててちょうだい。はい。そうなんだろう。いや、何もお前そんな得意の言い逃れかよ。本人が知らねえうちに
檻の外に出られる日が延期されたんだ。大人の政治とかでよ。お前こんなとこで何してんだ。いやいや、何でもないんだ。あの、お嬢さんにコンテストのドレスをお届けに。なんだと。俺に姉さんがいたっけかな。コンテストも女もあんたにとっちゃ全て政治ってわけだ。俺が邪魔なはずだぜ。お、ま、待て。あ、いや、つまらんところを。で、ドレスは出来上がったんだね。ええ、ここに置きます。いや、ありがとう。失礼します。あ、君。世話の焼ける子ね。何度言ったらわかるの。子供のあなたにお洋服のデザインができるわけないでしょ。おいどれ。お、楽しかったね。まだな。バイバイ。またあの子たち。遊ぶ時にはあのくらいの子が楽でいいのよ。そう、手を出してきたらピシャリ。これでおとなしくなっちゃうもん。じらすだけじらさなきゃね。そう簡単にあげられますか、女の真心ねえ。まったく、あなたたちったら。あら、美穂、それ何？見せてよ。あやだ、まだこの子こんなもん描いてんの。返してよ。ほら、見て見て。へえ、まあ少しは絵がマシになったみたいだけど、もっとセクシーじゃなきゃね。返して。無理もないんじゃありませんこと。ボーイフレンドの一人もいないんじゃ。返してって。お姉さんたち、やめなさいよ。まあ、シュリったら。シュリお姉様。ほら。ねえねえ、ママ、私のドレスどこまで行ったの？ああ、私の方が先だって言ったじゃん。はいはい。ねえ、シュリ、来てごらん。これあなたにどう？ほら、あとここにギャザーをつければ出来上がりだわ。わあ、いいんだ。ねえ、私のは、ママ。ちょっと待って。
前はキッド、キッドだね。チッ、俺がいねえ間に飼いならされやがって。大人に手よくあてがわれた公園でお遊びかい。キッドだと。どうやら生きてたようだな。おう、キッド。長かったぜ、キッド。13でアル中になった野郎の店が青少年相手でノンアルコールかよ。お願いがあるの。え？え？
私あなたの作るドレスを着てみたいの。私美穂ちゃん、恨んだりしないでね、お姉さんたちのこと。決して悪い人たちじゃない。だから絶対そうなんだから。ただあなたをおじさまから預かって、そのどうしたらいいのかわからないから。ま、首領姉様。美穂ちゃん。なさい。美これからもっと聞くことになるさ。敵はこんな脅しで引っ込むやつじゃない。ありません。このまま娘をコンテストに出して、それこそ大変なことになりましたら。ですからといって、もうほとんど仕上がっていますもの。あら、多少は損害かもしれませんけど、お宅の娘さんたちには都合がいいんじゃありません？かえって。なんですって？美穂、どこ行くの？美穂。
もう少し育ちがいいと思ったがな。ノックは軽く、訪ねた相手が昼寝ってこともあるぜ。あなたにそんなこと言えるの？一体自分が何をしたと思ってるのよ。おっと、俺のお袋は説教し続けて死んじまったはずだぜ。そいつはできねえ相談だな。どうして？みんな町中の人たちが楽しんでるのに、みんなコンテストに向かって一生懸命やってたのに。乗せられてるだけよ。たった一人の豚にな。見せかけだけの夢を追いかけたところで何にもなりゃしねえさ。見せかけ？そうさ、この町でディスコクイーンだと。この上っ面の町に女神が降り立つものか。降り立つわ。何？きっと夢いっぱいの女神が現れるもの。そうよ、みんなそのためにやってきたんだもん。私だって。私だって？お前さんがコンテストに出るには魔女でございますって魔法でもかけてもらわなくっちゃな。私が作ったドレスが踊るの。何？お前の作ったドレスか。それがお前の夢か。だったら早いとここの町を出るんだな。夢を探せる町なら他にあるはずだ。
ミック、え、あなたたち、
してる未来のラッコ Don't stop that dream 恋呼び声手探りして信じることをやめなかった夢だけ赤い糸でつなぐ Don't stop that dream So long tonight too fast to leave You know sensationれたぜ大切なお客様よただいま、美穂今帰ったよパパパパI'm not afraid to die.